さあじゃあこの頭の中でささやくこの存在って何なんだっていうところなんですよ。エゴについて深く掘り下げていきましょう。エゴ、スピリチュアルでは悪いと結構されがちなものですよね。エゴってあんまり良くない印象を持ってる人、エゴイストとか言うよね。わがままで自己中で人を蹴落としてみたいな、なんかこうそういうなんかイメージ持ってる人多いですよね。そうするとこれがね、ものすごい重要な役割を担ってるんですよ。カウントしてください。生きてます、存在です。一人称でも存在としてカウントしてください。エゴっていう得体の知れないものがあるんじゃなくて、あなたの中にしっかりと命を持って存在してるんですよ。エゴっていうものが2つの顔を持っています。はい、一方の名をエゴキンマンなんとも安直な名前です。お前はダメだ、身の程を知れ、お前にはそんな価値はない、愛されないぞなどの言葉を頭の中で呼びかけてくる存在です。飼っていませんか？よく聞こえてきませんか、この声。何か新しいことやるたびにこいつがささやきかけてくる。不安や恐れの発生源もこの人の仕業です。そして顔が変わるとミセスエゴになるんですよ、この人。ミセスエゴです。エゴって本当の役割は何かっていうと、アイデンティティの確立なんですね。好きや嫌いとか望むものとか自分の、わかります？それがその人を司るものじゃないですか。じゃあミセスエゴがいなかったらどうなるかっていうと、私たち本当はワンネスでしょ、ザ・ワンでしょ。境目と分離がないじゃないですか。認識できないじゃないですか。どうやって認識したらいいんですか、違いを。この違いを如実にこのゲームを遊ぶためにしてくれているのがこのミセスエゴなんですよ。この人いないと私の好みとか好きなものとか感覚とかっていうものが確立されていかないんですね。だからエゴをなくしましょうって、お前間違ってるからなくならない。なくなったらザワンです。人間じゃなくなっちゃう。だから重要なとっても役割を担う存在なんですよ。包丁と一緒です。車と一緒です。車も安全運転すれば遠くまであなたを連れてってくれますよね。とっても便利なものですよね。でも荒い運転をしたら人を殺しますよね。包丁だって人を刺したら人は死ぬけど、お料理に使うんだったら素晴らしい価値を提供するものじゃないですか。使い方が間違ってるんですよ、エゴの。でそのエゴが良くないっていう認識の仕方が多分そもそも捉え方が違っているんじゃないかなっていうところです。エゴは2つの顔を持ちます。エゴキンマンとミセスエゴ、これ両方同じ存在です。他人との比較が得意技なんですよ、この人。すげえ比較してきます。自分じゃないんですよ、これしてるのって。例えばね、なんか何でもかんでもいけるとかってやれちゃう人、その人の頭の中にはエゴキンマンがいないですね。ミセスエゴと手組んでやってる人ですよ。そう考えた時に、あなたの中のエゴキンマンの存在はどのくらい肥大していますでしょうか。結構 100% まで育っているなって思う人ちらほらいますね。これ 100% だときつい、死にたくなっちゃう。だってずっとこれ支えてくるんだもん。そう思いません？これをじゃあ、こういうことが起きてるんですね。自分の内側で一体何が起きてるんですか。望みが出るじゃないですか。これいいなとか、こういうふうになりたいなとか、こっちに行きたいなとか、向かいたい方向がある。これ天才の愛ちゃんが作ってくれましたので、愛ちゃんの事例でいきますね。愛ちゃんは絵を300万で売りたいと、望みがあると。でもそうなんだって思えたら幸せでしょ、ただ。だけどこうはいかないんですよ、人間。こっちにエネルギーが向かうのに、はい、普通はこれが出ますね。エゴキンマンがいますから、美大出てないだろ、今までその額で売れたことないだろって支えてくるわけですよ。そうするとそうだよなって同意が入るでしょ、普通人間だって。やったことないんだもん、無理だよなってなるわけ。そうするとどうなるかっていうと、抵抗ですね。あなたは本当はこっちに向かいたいのに、こっちに向かって進み出す。わかります？このぐわーってこう引き先ですよ。これエネルギーが両極にこうなってるんですよ。これいつも起こしてるんですよ、自分の中で。だからなんかもうやだやだ苦しいってなるわけ。気分良くないですよね。もっと言い方分かりやすくすると、これが苦しみの感情の発生の原因です。内部分裂が起きてるから苦しいっていう感情が生まれてるっていうのを理解してください。だからいつだってあなたは気分が悪くなった時にこっちに向かいたい方があるのにこっちに自分で行こうとしてる。それは自分で行こうとしてるというかはエゴ金盤がささやいてこっちに呼んでいる方にあなたは同意をするからそっちに向かうんですよ。同意しなきゃいいんですよ。だってそう思いません？呼ぶわけ。美大出てないだろお前みたいな、300万で売れるわけないだろって、こっちにこっちから聞こえてくるわ声。さよならでこっちに行けばさ一緒の方向じゃないですか、エネルギーが。そうしたら叶ってなくても気分がいいですよ。ああそっかいつか売れるなみたいになるわけだから、これでいいわけですよね。そうすると展開が起きるわけですよ。インスピレーションやアイデアやもうなんか全部がサポートが入ったような追い風って言いません？あれ本当に風吹いてるんですよ、こっちからうわーってエネルギーの風がこっちに一直線に向かってるから吹いてるんですよ本当に。だからあなたがこっち同意しないであっちに向かえばいいだけの話。さあじゃあこれどうしたらいいんですか？ですまずゼロに戻そう。肥大してしまったエゴキンマンのこの存在を小さくさせていくことがまず不可欠ですね。これが不可欠です。ほっとすることをしましょうとよく言います私。ほっとすることをしてください。心がちょっとでも肩の力が少しでも抜けるようなことを考えたりとか、手につけれるんだったら、行動をしてくださいと。じゃあどういうことかっていうと、お昼ねお風呂に入ったりお散歩したりコーヒー飲んだり歌を歌ったりペットを可愛がったり瞑想したり何でもいいですね。それを自分の中でこういうことです。もう本当にこの仕組み徹底的に理解してください。全員同じことが働いてるんで、このエネルギー望みが出たあっちに行きたいエゴキンマンがささやく。もう無視でもできないじゃん最初、あまりにも強いから、存在めっちゃでかいからこっちに向かっちゃった。それにまず気づいてください。あ、内部分裂起きたみたいな。そしたら一旦そのこと考えるの置いといて昼寝しようみたいな、それをね繰り返してもらうだけなんですよ本当は。そうするとエネルギーがだんだんジュン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 ゼロになると、このエゴキンマンは変身します。私がミセスエゴでございます。ここまで来たらこっちのもんですよ。ミセスエゴが追い風吹かしてくれるから。そうするとエネルギーがきれいに同じラインで一直線上に20ラインが出来上がるんで、何でも具現化します。こういう仕組みですね。これが大事なわけですよ。とても大事です。自分が、私たち命を持ってるじゃないですか。殺されようとしたら抵抗しません？やめてよみたいな、死にたくないとかやりません？これ誰もがそう思うわけでしょ。エゴキンマンだって生きてるんですよ。命があるんですよ。わかります？話聞いてくれなくなったらどうなります？この人いなくなるでしょ。自分の存在を守るために必死なんですよエゴは。だからわかる、ワクワクっていう方にちょっとでも私が向いたらめっちゃ大きく話しかけてくるよね。だってこのままこっち行っちゃったらさ命が絶たれちゃうんだもの。自分のめちゃくちゃ引っ張ってくるよ大きな声で。ありません？ワクワクすっごいして動こうとしたらもう足がすくむぐらい怖くなったみたいな。それはこういう原理です。最後の悪あがきをしようとしてるわけですよ。僕だって生きたいみたいな、僕だってまだ存在してるみたいな、だから不安があって恐怖があれして、でも悪じゃないんですよね。そういう私はバシャールにあってこのエゴは生きてるっていう話を聞いた時に目から鱗だったんですよ。なるほどと、ただのエゴの性質の違いで生きているから、なんか闇は闇として性質がある、暗いという、それに何も善も悪もないと。だから暗いから怖いっていう感情が湧くけど、それは暗闇が持つ性質であるっていう、だからエゴが持つ性質の一つで、不安とか恐怖とか罪悪感とか無価値観で話しかけるっていう、これが彼の性質なわけですよね。でももっと違う存在としてこの人だって生きれるのに、自分が消えちゃおうと思っているから頭の中で自分の存在をひけらかしてくるわけですよ。おい、ワクワクした方進むんじゃねえよ。だってあなたがワクワクしてソースとつながっちゃったら、このエゴキンマはいなくなっちゃうことになりますからね。でもいなくなるわけじゃなくて、ミセスエゴに変わるだけなんですよ、この人だって。だから手を取り合うことがすごく重要です、この自分の中にいる存在と。でこれを踏まえてですね、あ、なるほど、キャラが5タイプで分かれるなと思ったんですよ。説明しますね。戦争をやってます。戦争、今戦時中だと思ってください。こっちに陣営がいるわけですよ、味方の。そしたらさ、タゴ作って名前がついた、明らかお前序盤で死ぬだろうっていう、なんか適当な名前をつけられちゃったなんかキャラの人とかいるじゃん。これすぐいなくなるだろうなみたいな。そしたらさ、そのさタゴ作はさ、もうなんかさ、こうやってみんな隠れてんのに「ええー!」みたいな、いきなり反響欄で飛び出してって、なぜか即死みたいな。そして敵に陣地バレたみたいな、あいつなんなんみたいな、いません、そういうキャラの人。死んだみたいな、あいつ死んだぞみたいな。そしてかかしっていうタイプは、すげえ重要な役割に任されてるのに、怖すぎて足すくんで止まるみたいな、もしくは逃げるみたいな、あいつどこ行ったんみたいな。かかしラムダね、ラムダはもうパワーありきです。とりあえず乗り込めみたいな、もう何の戦略もない、もうとりあえず行け、とりあえず戦えば勝てるんだみたいな、行くぞーみたいな、はい、全員死んだみたいなリーダーです。そしてキングですね。キングまで行くとですね、ちゃんと考えます。イメージして、戦略を練って、こうなってああなったらこう勝てるんじゃないかっていう、武器を持ったり陣営組んだりちゃんとやってこう行くから勝てるんですよ、戦には。ヒーローですよ、キングは、みんなの。でもね、ずっとヒーローでいなきゃいけないんですよ。戦はずっとあるから、ずっと戦い続けてるんですよ。ずっとヒーローでいなきゃいけない。一番賢いのはイエス、イエスです。戦いは戦いしか生まないっていうことを理解していて、和平に持っていきます。戦争をそもそも受け入れない、無視です、戦いを。そして自分の我が道を行く、好きなことをやるっていう、この5タイプなんですよ。真ん中のなんかちょっと変わったキャラクターは、ちょっと待っててください。あなたはどのタイプでしょうかと。これがどういうふうに当てはまっていくかというとですね、タゴサクタイプいきますよ。もうね、これね、耳が痛いと思う。でもね、私もタゴサクだったから、自分の意見がなく他人に聞いて他人の意見を採用する、反響欄で行動し即死する、お金が回るわけがない、いませんか、こういうタイプの人。かかしタイプの人、変化が怖くて動けない、人の目が気になり批判が怖い、宇宙理論に詳しいが現実があまり変わっていない、やたら知識持ってる人いますよね。お金が回らない、ラムダタイプ、頑張りと根性で今まで乗り切ってきた、そこそこ稼いで世の中では成功者の方に属しているが心は穏やかではない、自分より幸せそうな他人を見つけると異常に腹が立つ、いつも何かと戦っている、絶賛戦闘中キングタイプ、戦術を練って綿密に戦う、成功者ともてはやされる、永久力もお金も十二分にあるが埋まらない何かを探している。実はのんびりゴロゴロしたいが既存のものが捨てられない。イエスタイプ。誰とも比べず自分の道を夢中で生きている。すべての答えは自分の中にあると信じて疑わない。幸せの拡大が止まらない。そしてザワン。どのタイプにもなれる本当の私という姿がここにあります。これの枝分かれでどこにいるかですね。で、じゃあちょっと進めていきます。ソースと同じ視点に立とう。ソース、ザワンと同じ視点に立とうってことです。ザワンは、ソースは、内なる存在はいつもさっき言ったように望みと成長、拡大、豊かさ、そっちの方しか見てないんですよ。もはやそれ以外のエゴキンマンのもう声とかもう一切聞いてないっていうか、もう世界にないんですよ。もう高い評価と高い存在評価しかないんですよ。ソースには自分に対してね、人間の私っていうのに対して高い存在評価しかないっていうか、そっちしかもう見てない。スポットライトが光しか当たってないんですよ。で、闇があったとしても闇も OK にしちゃってるのがソースなんですね。同じ視点に立っている、こっちに向いている、これが幸せの流れ、ウェルビーイングって呼ばれるものです。宇宙の変えられない自然な大きな濁流みたいなものですね。ウェルビーイング、同じ方を向いてるのがイエスなんですよ。だから地上を天国にして神業を出す人がイエスなんですよって言われますね。だから神なわけじゃないんですよ。同じ方を向いてるってことです。その人、ソースとこっちに全く目がいってない、もう一直線上のこっちにしか向いてないってことですね。じゃあ逆方向、大いなる宇宙の流れと逆をあなたがもし行くとしたら結構厳しくないですか？大いなる流れに逆らうってことですからね。かかしとたごさくは逆を走っています。一生懸命にバッドビーイング。それは不幸ですよね。この人たちが幸福ってなるはずがない。でもそれは性格的でも経験でも才能でもなくて、大いなるそのソースの視点と逆を向いているっていう観察をしているから、バッドビーイングにいるんですよ。あなたが今、ごめんなさい、いたら決めつけやめようウェルビーイングに乗ろうってことです。全員でみんなこっちを向こうって。